どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。お待たせしましたね皆さん、お待たせをしすぎたのかもしれません。本日はザ・パワー・オブ・マネーデッキ、こちらをねご紹介っていうか自慢しに来ました。今日は見てください、デッキの見てくれこれを、どうだこれが俺の全てを捧げたデスティニープレミアムサイバーダークデスペラード、ボムスパイダーアンティークデッキだ。かっこいい、なんというかっこよさ。あの EX 砲玉でその今リンクスってストラクチャーっていうかセレクションボックスに入っていたカードはそのある程度のそのなんかマネーを払うとマネーを代償にプレミアム加工にできるっていうね、そういうサービスがなんと展開されてるんですよ。これで、私今回ですね、ぶち込んできました。EX 玉をね、 EX 玉を本当にもうなんだろう、ゴミを捨てるようにマネーをぶん投げてきまして、コナミさんにも贈呈してきまして、で交換してきたカード、まずはやっぱコズミックサイクロン、やっぱこの3積み安定ですね。これこれ3積みっていうか3枚子が安定、このカードはかっけえから強いし、このカードは無限に強いんで、リンクスってスキルっていう概念があるから1000払えるってすごい強いんですよ。で魔法トラップも除外できるし、これめっちゃ強い。あと速攻法だしね、相手のターンにも使えるっていう、これやっぱ安定かなと。とあとはやっぱ脳死デモンズチェーン、かっこいいんだよなこのカード。このカードかっこよくね、なんかセレクションでしか手に入んねえカードプレミアムにするってすげえかっけえじゃん、なんかかっこいいんだよ。だからこれはもうほんとに 3枚にし交換した。とそれからこれマジでパワーって感じ、これ力 is パワーって感じなの。俺さストラクチャーめっちゃ向いてるんで、結構機械族のストラクチャーが向いてるから多いんす、強いモンスター。けど今まではそのデスペラードとかを出す方法が結構難しかったんですよね。こういうモンスターを破壊してもらったりとかしないといけなかったんだけども、一族の結集があるとなんとデスペラードも出せるし、能動的にね、だしアンティークギア出せるんですよ。そのエッジでアンティーク送って結集でアンティーク蘇生できるんですよ。強すぎ、このコンボ強すぎだろ。でこれ破壊されるとさ、もう一回セットするんじゃん。もうこれ俺プレミアム環境制覇した、これ完全に。ぶっちゃけちょっとコナミさんに言いたいのは、 EX 砲玉で交換できるその枚数制限があるんですよ、10枚あれね足りないから、全然俺10枚全然足りないんだよ。だからできれば30枚くらいにしてほしい。そしたら俺今なんだろう、みんなに見てもらった動画の収益みたいなの全部コナミさんに渡すからいただいた広告収益は全てコナミさんに贈呈するんで、僕コナミの犬なんで、私コナミの犬なんですよ。だからもうあげたいんですよ、コナミさんにありがとうっていう気持ちを込めて。これがね経済を回すっていうことですよ皆さん。俺は一体何を言ってるんだ。というわけで早速ね、神のデッキを回してランク戦潜っていきたいと思います。デュール、スタンバイ。遊戯王イシズリンクスデュエルスタンバイ相変わらずさ、遊戯王イシズリンクス全然脱却してないやん。なんなんこのゲームは、いつまでこのババアの顔見なきゃいけないの。原生復帰とかいうスキル強すぎだろあれ、墓所封印より全然強えぞあのスキル。なんか最近巷ではですね、墓所封印っていうスキルが規制されたことによって、原生復帰っていうカードの強さを、分かりましたありがとうございますっていう、あそれ壊さないんだ初手で、なるほどっていう、要はその墓所規制されしてくれてありがとうコナミみたいな、墓所規制サンキューコナミ、おかげで現世の強さに気づいたぜサンキューっていう、まあいわゆる復帰ババアって言われてるんですけど、こいつ今復帰ババアって言われてるんですけど、この復帰ババアの強さに気づいてると、みんな実は、ね、現世復帰とかいうスキルねマジでやばいんですよ。どういうスキルかっていうと、こいつが現世かとか知らんけど、相手よりライフポイントが1000少ないと、相手の墓地のモンスターを全部、ワイトに変えるっていう、
そういうスキルなんですね。だからボチリソースが全部ワイドに変えられてしまうっていうヤバすぎるスキルです。本当にきつい。コズミックサイクロンとかで、あの条件満たせるんで、あのなんなら石津相手の場合はこれ伏せないっていうプリングもあります。これカードを1ミリも伏せないっていうカードをね、コズさえ打たれるの嫌だからっていう。ちょっとあのアサシンはいいわ、アサシンはやらせるわ。何ライロ、これ普通のライロじゃないの多分。何ライロこれ、あ月光ライロか。なるほど、それ止めとけばよかったな、それは止めとけばよかったな。まあ別にどっちもいいか。ボムスパイダーやられれば一応デスペラードは出てこれるんで、まあ、出てきたから、まあ、あのキャットダンサーガチでめんどくさいと思いきやデスペラードの選んで破壊最強っていうサーベルダンサーもあいつ何したっけ、キャットダンサーもどっちも別にどうでもいい。デスペラードをリボルバードラゴンで分からせる。俺はデスペが宇宙一強いってことを分からせるわ。ムーンライトには多分現世復帰、無月光ババアですね。これはデッキ的にはライトロードも結構、まあ確かに相性はいいかもしれないですね。効果でライトロード、ライトロードじゃない、ムーンライトモンスターが墓地に送られるとなんかその効果発動できたりするんで、ムーンライト黄色だったらレッドデーモンズ来たわ。やべえかと来たわ、レッドデーモンズ来たわ。デモンズするか、別にデモンズする必要ねえけどな。これデモンズする必要性もねえ。これ殴ってくれるんだったら別になんか殴ってくれるんだったらデスペラード出るし、スルーするか。ターン終了なんだ、ターン終了なんだ。ターン終了はちょっと難しいが、テンパランスが来たで何も光らない、何も光らないか。一応デスペ出すか、何も光んないの怖いんだよな。でも何も光んないの怖いけど、まあ一応行くか、行くよな。これさすがにボムスパイダーとレッドデーモンズを爆破していくで、自爆したことによってデスペラードリボルバードラゴンを特殊召喚はぁ、バトル怖っ。何あのカード、何も光んねえ。攻撃反応結果分断、万能呪霊やめて、分断ならいいよ、万能呪霊は分全然いい、全然いい、全然いい、全然ありがとう、全然ありがとう。今ね、分断とかよりはね、あとかもうそもそもフリーチェーン その攻撃反応系は結構弱いですね。割とレビオニアとかコスミックサイクルやっと引いた、これで原始復帰されてボムスパイダーは多分だけどワイトに変わるわ、多分だけど。まあいいや、ボムスパイダーぐらいいいや、ボムスパイダー全然いいよ、ボムスパイダー変えてくれるの全然いいっす。はいはい、ムーンライトオッケー、全く問題ない。ビビってんだろうな今この人、こいつどんだけプレミアムだよみたいな、どんだけこいつプレミアム過去出てくるんだよみたいな。コツサイで抜いたのデモンちゃんプレミアムだしよ、墓地のなんかボムスパイダープレミアムだしよ、デスペラード手札が出てきたデスペラードプレミアムだしよ、強すぎだろってなってんだろうな。すげえこの人かっけーってなってんだろうな、なってほしい。いいよ、緑で、赤特殊召喚してで赤効果でデスペが攻撃力ゼロになってで、一応陣掛けで陣掛け、3回コインのが裏だった場合は一応陣掛けですけど勝てますよねと思ってますよね、まあ、デモンズチェーンあるんでどっちでもいいんですけど、僕どっちでもいいんですけど、でリリースして裏でもいい、なんなら裏でもいい、このコインは裏でもいいぞ、勇気裏でもいいぞ、裏の方が楽しいぞ、遊戯王はもう少し楽しもうじゃないか。バトルフェイス開いた、デスプラードリボルバドラゴンの効果発動、あー出ちゃうか、表出ちゃうか、表出ちゃうんだよなこういう時に俺、ごめんね。現世もねえよこれ、多分現世してくれんし、現世でもなんだこのスキル、こいつの It's a power of money、僕はサイバーアタックカロンの効果を発動、サイバーダークエッジを手札に加えるぜ、そしてサイバーダークエッジを攻撃表示で召喚、サイバーダークエッジの効果を発動。さあ今のところここまでは普通なんですよ、ここまでは結構普通で、プレミアム加工であることはこの2枚は結構やりやすいんで KC でも、こっからが問題で、コズがないコズミックがない、ギャラサイがある、ギャラサイこれ発動していいんじゃね、
これは一族の結集の効果を発動。一族の結集の効果によってサイバーダークエッジと元々の種族が同じモンスターを手札から特殊召喚。いけデスペラードリボリバードラゴン。そして一族の結集の効果発動。もう一枚つえ結集つえ結集2枚以上入ってるでクソつえ。あー来たネオスフュージョン来た。てめえもギャラ祭プレミアムじゃねえかな。なんかやるな、なかなかやりよるな。あーいいだろう、ネオンスとサイバーダックカノン。あー同じタイプのデッキ、タイプ的には同じタイプのデッキで、カノンか。あー強いな。これどうしようかな、これどうしよう、どうしたいんだろうな。まあでもここはさすがに、さすがにここで俺が3枚表を出したら話は変わってくる。うおーでもうそういうのいいんだ、そういうのいいんだよ。しっかりめにコイン外すのやめろマジで、しっかりめにコイン外すのマジでやめろ。なんなんだよこのゲーム、不平等だろ、なんでこうなるんだよ、どういう状態これ。腹立つわー、腹立つわー。多分すり替えですよね、多分ね、おそらくすり替えだと思うんですよね、あの人。ネオスフュージョンが来る、ネオスフュージョンが来る。で、俺はまあ、とりあえずサイバーダーク、エッジ持ってくる。で、まあ、サイバーダーク召喚はするよね。でサイバーダークカノンを装備していく。で、削り切れないか。削り切れないんだったら普通にバトルか。3000で殴って600で、2400通って2600、1200通、あー無理だね、無理だから、まあ、このまんま行って、どうしようかな。ダイレクトダイレクトかな、ダイレクトダイレクトが一番丸いな、多分。ダイレクトダイレクトだ。で、サイバーダークカノンの効果発動。サイバーダークカノンの効果によって、墓地の確認をさせていただきたい。なるほど。こいつか。ギャラ祭で割ってくるのは別にいいんだ、多分。ギャラ祭で割ってくるのは、テンパランスで守れるので、800になっちゃうんですよね。カノンが外れると、エッチって。だからそこを、まあ、そのテンパランスで守れるので、多分なんとかなるし、あと5つの結集でデスペも出せるんで、多分大丈夫だと思う。多分大丈夫、多分。さあ来い、バンデットキリスさんよ。多分ネオス上あるんで、まあ、2体目のネオスが出てくる可能性は全然あるね。2体目の ネオスが出てくる可能性は全然あるし、デスペラードを握ってるっていう可能性も全然ある。やべ、なんだ普通のデュエルだこれなんか普通のデュエルしてるぞ、普通のデュエルしてるぞみんな。まあまあまあそれはいいよ、ワンドロー入るから。でサイバーダッカロンの効果発動。ワンドローをペッてやって、あー今来た、今ネオスフュージョンが来た。でネオスフュージョン2枚目来た、オッケー。でまあネオスとなんか適当ななんか謎のモンスターを、まあ、どっか送って、で何送る、サイバーダッカロンオッケー、ネオスオッケー、オッケー。だからここまず、まあ、一発テンパランスは多分投げないときついけど、難しいな。なまあ、あーそっちか、それはいいんじゃない、それは全然いいや、それは全然いい。でこのムーンライトかなんか送られても別に死なないから多分大丈夫、死なないから多分大丈夫どんだけ普通のデュエルしてる。でサイバーダークカノンの1200はもらった。でそれはさすがに、それはさすがにテンパランス、それはさすがのテンパランス。デスペラードがいない、デスペラードがいないから、まあ、それも受ける、それも全然受ける。でサイバーダックカノンの効果発動は、送りたいモンスターがいるかどうか、うーん、まあ、一応発動して引きたくねえモンスター送るか。どうでもいいモンスターも いらねえモンスター結構いんな。ボムスパイダーもいらねえか、ボムスパイダー送って圧縮圧縮300ダメージきた。でサイバーダックカノンの効果でワンドロー、
オッケー、デモンズチェーン。まあまあまあ、ちょっとデスペラード引きたいな。デスペラードが引きたい問題はある。スキル発動していく。ディステニアドロー、いくぞ。ケース、これはコズではないか。これコズってさ、コズって最強モンスター出して殴ったら勝ちじゃない。これ、これコズんじゃん、コズんじゃん、これこれコズんじゃん。これさ、絶望の一族の結集でさ、最強モンスター出せばいいんじゃないの、これで。デスペラと思った、デスペラと思いました。てかだから、アンティークギアリアクタードラゴンを召喚。バトル、オラーてら。魂のリアクターすぎる、こいつ強すぎだろ。さあ、プレミアム対決はね、やっぱりプレミアム対決でこそ輝くと私は思うんですよ。なのでちょっと相手はあの吉原くんにお願いして、プレミアムデュエルが何たるかを皆さんにお見舞いしていきたいと思います。んだろ、ネオさ、強え、めっちゃ強えやん。サイバーダーカノンの効果を発動し、いや発動したらダメか、アンデッドワールドあるから、これ召喚じゃね、これシンプル召喚説なんだ。これがあるから結局、カノンでもエッジ装備できないんですよね。あのアンデッド族になるんですよ、墓地のモンスターが。だからこれカノン召喚だ。これアンデッドワールドとかいうね、クソ陰キャカードめっちゃ強いんだよね。このちょ、あいつすぐさガンメタしてくんだよ、俺のデッキすぐさ、俺のデッキガンメタしてくんだよ。ちょ、なんか適当ななんかカスみたいな防御だでやってくれ、あのセッカーの2枚は。でネオス出せ。でこれ通ったら勝ちなんで、これ通ったら勝ちなんで、俺もう知らんわ、もうなんか機械とか知らんわ、もうなんかだこの2体で殴って俺勝つわ。とりあえずなんだっけあいつ、何やっけ、トラップモンスター、あエネコンか、なるほど。でもこれエネコン使わせるのはでかいね、使わせるのはでかい。これぶん殴って、これ何もない、なんか反応はあるんだよな。これトラップモンスターじゃねえのかな、トラップモンスターじゃねえのかな、あのこの伏せカード、なんだっけ、クモイヨのドゾ、クモイヨのドゾじゃないの、あれ違うかな、なんかずっと光ってるから多分クモイヨのドゾなんじゃないかなと思うんだけど、カノン、カノンはね、多分ね、これね、1600のこの打点を大事にした方がいい、これは。多分。セット。セットか。セットか。いや、怖えや、セット。普通、シンプルなセット、めっちゃ怖いんだよな。めっちゃ怖い。なんか強いカード来たけど、今、アンデッド族とドラゴン、違う。こいつ、もともとだから、戦士族と、ドラゴン族。まあ、とりあえず、バトルしていく。これはもうぶん殴っていいでしょ。で、ブレイブ、ラスオブブレイブ。あー、めんどくさい、めんどくさい、クソめんどい、マジで。あのカード、マジでめんどい。でも、1枚踏んだからいい、大丈夫。1枚踏んだからいい。1枚踏んだから OK。問題はない。あー、来た、やばいやつ来た、やばいやつ来たこれは、戦士族が出せるってことでしょ。だからつまり戦士族ネオス出した方がいいか、ネオス出しといた方がいいんだな。まあでも一応出さない意味わかんないから、まあ出すか。まあ一族の結集はね、破壊されるともう一回で、ね、同じカードセットできますんでね。この効果めっちゃ強いんでね。 OK で、ネオスが出てくる、ネオスが出てくる、ネオス出てくる。で、ネオス出てきて、で、まあ破壊するしかないから、破壊されて、いつも決勝の効果発動。破壊された場合、同じカードを、デッキからセットできる。このカード強い、このカードめっちゃ強いけど、やばい、でも、デスペラードが出ない。デスペラード全然出ない。まずい。これ、ライフ守った方がいいな。ライフ守った方が良くて、レベル上昇、レベル上昇して、あ、次世代いる、次世代がいる、次世代戦士がいる。なるほど、次世代戦士の3000、いやた、どでけえよこのモンスター。デスペラードないと突破できん、このモンスターは。本当に
3300はきつくない？もらうの。さすがにこれテンパナンス投げるよな。結集、今結集なんもできない。横3300きつい。これはぶん投げる、さすがにぶん投げる。デスペラードが出てこれない。なんでアンデッドくなってんだよお前、ふざけんなよ。うわ、ボムも来たけど、ボム意味ない。ボム全然意味ない。ちょっとね、このね、アンデッドワールド良くない。このカード良くない。本当に良くない、このカードは。あのフィールドも墓地も全部アンデッドになっちゃうんで、ボムスパイダー出しても破壊できないんですよね。闇属性じゃないと、あの何無理だから、ボムスパイダーの起動効果って闇属性機械属じゃないと。コズ来た。来た、最強だ。コズ来た。でこれはこれさすがにこっちさすがにそこ抜く。で万能地雷抜いた。でボムスパイダー召喚して、でここで魂の結集発動。魂の結集の効果によって俺は手札より現れよ、デスペラードリボルバードラゴン。よしで攻撃表示変更でバトルフェイズ。あ、100足りねえ、やべ、ミスった。もういいや、デスペラードリボルバードラゴンの効果発動。あこのハッピーセットはズルだよ。それはガチでズル。それはズル。ズルいもんだって。まあ、そうか。いや、冷静に考えたら出さねえのおかしいもんな。エイトムを。やべえ、なんか、いや、もうなんか、意味わかんねえプリングしたわ。確かに冷静に考えたらあれ先行だ、先行じゃねえや。クライムだったわ。だって、あの、手札にさ、次世代選手いるのにさ、出さないわけないもんね、これ。いやーミスった、やべ、ボケてた俺、ボケてたわ。2200、やべ、コツできねえ。あー終わった、コツできない。最悪だわ。でもワンチャンスあるとしたら、デモンズチェーン引いて、でウィンディーの効果無効にするか、まあ、出てきたエイトムを打点下げるか、どっちかね、多分これやるとするんだったらこうだ。でレベル上昇はそんな簡単に何発も打てないから、スキル1回だからデュエル中に。でワンチャンあるよ、まだ全然ワンチャンある、全然ある、あるある、は問題はない、全く問題はない。っていうか俺のカードプール把握してるのマジでずるいだろ。どう考えてもずるいだろ。なんで俺だけバレてんだよ、敵の中の中身。あ、次世代来た。それは全然 OK、 もう全く問題ない。やつを止めればいける、俺は。あー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 、おったずるいだろ。暗闇とアオマーとかマジずるだろ。